はい、それでは今回のグリムドーンガイド動画ではスキルをチェックするときに必要になる基本的な知識をいくつか紹介します。まず通常の武器攻撃として扱われる通常代替スキルについてと、通常攻撃をしたときに確率で発動する WPS と呼ばれるスキルについて紹介した後に、ペットボーナス型とプレイヤーボーナス型っていう2種類のペットの違いについても紹介していきます。ちょっとだけ複雑になる部分もあると思うんですけど、特定のクラスを触るときには必ずいる知識になるので頑張って見ていきましょう。それではまず通常の武器攻撃として扱われる通常代替スキルについて紹介していきます。そもそも通常の武器攻撃っていうのはこれのことです。最初にね、ブンブン武器を振り回すときに使ってましたよね。その選択したクラスによってはしばらく使い続けてることもあるかもしれないです。実はグリムドーンにはこの普通の武器攻撃と同じ扱いをされるスキルがいくつか存在しています。例えばデモリッショニストのファイアーストライクです。スキルの説明文を読んでみると、通常の武器攻撃として使われるっていう文章が入っていますよね。こういうスキルのことを通常代替スキルって呼んでいて、これは普通のさっきの武器攻撃と同じように扱われます。2021年1月現在ではこの通常代替スキルはこんな感じで全部で11種類存在していて、どのスキルの説明文にも通常の武器攻撃としてっていう言葉が入っています。ちなみにこれ青みがかってるのはアッシーズ・オブ・マルマス、黄色がかってるのはフォーガタン・ゴッツに登場するもので、アイテムや武器を装備することによって使えるようになるものもありますね。それでここまでの話を聞くと、そのスキルが通常の武器攻撃扱いされるからって何なのって思いますよね。少なくとも僕はそう思ってたんですけれどもこれは次に紹介するシステムと大きく関わってきます。ということで続いて紹介するのは WPS と呼ばれる通常の武器攻撃を行った時に確率で発動するスキルについてです。 WPS っていうのはウェポンプールスキルズの略なんですけど、通常変化や通常攻撃変化とも言われます。とりあえず具体的な WPS の例としてナイトブレイドのベルゴシアンの大バサミを見てみましょう。これもスキルの説明文を読むと、これは通常の武器攻撃で発動するっていう言葉が入っているのがわかると思います。つまりレベル1のベルゴシアンの大バサミを習得してる時に通常の武器攻撃をしてると 12% の確率でこの大バサミのスキルが発動するっていうことになります。この確率はスキルレベルで上昇していくんですけど、例えばレベル5になると 20% の確率で発動するようになります。こういう通常攻撃を確率で変化させるスキルのことを WPS っていうふうに呼んでるんですよね。ちなみにソルジャーのマーコビアンのアドバンテージの説明文とかでは全ての通常の武器攻撃で発動し得るっていうふうに書いてますけど、これもベルゴシアンの大バサミと同じ意味で WPS ということになります。それで改めて確認なんですけど、通常の武器攻撃をしていなければこの WPS はもちろん一切発動しません。ただもう皆さんはお気づきだと思いますけれども、もう一つね、この WPS を発動させられる攻撃があります。それがさっき紹介した通常代替スキルなんですよね。つまりナイトブレードとデモリッショニストのクラスを選択しているときに通常の武器攻撃として扱われるファイアーストライクで攻撃していると確率でベルゴシアンの大バサミが発動することになるってことです。なるほどって感じですよね。じゃあここで複数の WPS を習得している場合についても簡単に触れておきます。例えばナイトブレイドがレベル5のベルゴシアンの大バサミ、レベル5のアマラスタのクイックカット、
レベル2のホワーリングデスを習得していて、デモリッショニストのファイアーストライクで攻撃した時のことを考えてみます。この場合は全然難しく考えることはなくって、 20% の確率で大バサミ、 20% の確率でクイックカット、 15% の確率でホワーリングデスが発動して、100% からそれぞれの WPS の確率の合計を引いた 45% の確率でファイアーストライクが発動するっていうことになります。ちょっとだけややこしいのが、 WPS の確率を合計した時に 100% を超えちゃってる時です。例えば本当にいろんな WPS を習得していて、それぞれの確率が 25%、25%、25%、20%、18%、12% ってなっていて、合計すると 125% になっていた時は、その合計が 100% になるようにそれぞれの日に従って調整されていきます。この場合だと調整した後 20%、20%、20%、16%、14.4%、9.6% っていう感じになります。このあたりはね、まあなんていうかイメージで分かってれば全然大丈夫だと思うんですけど、とりあえず大切なことは、特定の WPS、 特定のある通常攻撃で変化するスキルを発動させたいって思った時は、その他の WPS の確率にも気を配らないといけないよっていうところですね。それで結構 WPS の話してるんですけど、最後に2つ補足しておきたいことがあって、1つは装備品とかコンポーネントによって追加される WPS についてです。もし同じ WPS を持つアイテムを2つ装備した場合は、その WPS の発動確率は2つ分合計したものになります。一応分かりやすく具体例挙げておくと、ジャクソンのラッキーバレットっていう指輪についてるラッキーショット、これ WPS なんですけど、これ指輪なんで2つ装備できますよね。その時ラッキーショットは1つ分の確率が 12% なので、それを2つ合わせて 24% の発動確率を持つ WPS を習得することになります。それでこれに関連してもう一つの補足としては、攻撃時 X% の確率でっていう風に表記されたスキルを持っているアイテムについてです。これは先ほどと違って、同じアイテムを装備しても発動確率は合算されません。一つ分しかね、出てこないっていうことです。例えばこのホーンドコンカラーっていう片手武器を二刀流で装備していても、リングオブスチールの発動確率は 10% のままです。その代わり全ての攻撃判定を持つスキルで発動をしえます。これがね、 WPS とちょっとごっちゃになる可能性があるので、ここで補足として紹介しておきました。ということで結構いろんなことを話したんですけど、今回はもう一つね、知っておいてほしいスキルの仕組みを紹介します。それはね、誰しも一度は使いたいペットスキルについてです。ペットには大きく分けて2つの種類があるので、それ何が違うのかってことを今から紹介していきます。通常代替スキルとね、 WPS に比べれば結構サクッと終わるのであともう少しだけお付き合いお願いします。ということで今回はシャーマンのスキルを例に見ていきましょう。まず1つ目はペットボーナス型ペットです。シャーマンが習得できるサモン・ブライアソーンの説明文を読むと、ペットボーナスに対応するっていう言葉がありますよね。この言葉が入ってるスキルによって出てくる召喚物のことをペットボーナス型ペットっていう風に呼んでいます。これどういうことかっていうと、装備品の中にこんな能力がついたものを見かけたことありますよね。装備品以外にも星座スキルなんかでも見たことあると思うんですけど、この全てのペットへのボーナスって書かれた強化を全部まるっと受けられるのがこのペットボーナス型ペットということになります。これね、全部の合計値はキャラクター画面でもチェックすることができます。続いて2つ目はプレイヤーボーナス型ペットです。同じくシャーマンが習得できるストームトーテムの説明文を読むと、プレイヤーのダメージボーナスに対応するっていう言葉が書かれていて、こういう風に書いてるスキルによって出てくる召喚物のことをプレイヤーボーナス型ペットっていう風に呼んでいます。
これは先ほどのペットボーナス型と違って、装備品とかスキルについてる全てのペットへのボーナスって書かれた強化値は全部受けられません。全く一切。その代わりプレイヤーが持っているなんとか修正、プラス何パーセントって書かれてるボーナスを全て受けられます。例えばプレイヤーがいろんなスキルとか装備品によって雷修正プラス 500% を持っていれば、ストームトーテムが出力する雷ダメージもプラス 500% されるっていった具合です。この2つのペットの違いが分かっていないと、ストームトーテムみたいなプレイヤーボーナス型のペットをメインで使ってるのに、全てのペットへのボーナスがついた装備品を集めてしまったりするパターンが起きちゃう可能性があるので、この召喚スキルをねメインで使って冒険していきたい人は注意しておかないといけないところですね。ということで今回はこの辺りで終わっておきたいと思います。いつもと同じように今回取り扱ったトピックに関するグリムドーン日本語ビキのページについては動画概要欄に載せていますので、より詳しく知りたい方は参考にしてみてください。それでは今回も動画見てくれてありがとうございます。ではまた。